はい、こんにちは。木村農園です。このチャンネルはですね、家庭菜園でいちご狩りをしようっていうのがメインテーマでやっておりますが、その他で家庭菜園でプランターとかお庭で作る野菜の育て方とか、まあ、ちょっと規模が大きい市民農園向けの、野菜の栽培方法、また本格的な農家の農作業とかも動画でアップしていっています。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。今日のテーマはこちらです。見えるかな。今日はね、書くの忘れてる、キャベツです。キャベツのお話です。キャベツはですね、大きく3つに分かれております。今頃ね、収穫している春キャベツっていうのがあるんですが、私は、この春っていうのはね、いちごの収穫で大変忙しいので、できるだけ春に収穫が来るのは避けるようにしているので作っておりません。ですので、あと2つ、夏と秋、冬っていう、この夏と秋に取れる分と冬に取れる分のキャベツの栽培の方法があります。夏秋って呼ぶんだったかな、夏秋、夏秋取り。今日はね、この夏秋取りの、マルチのやり方を紹介したいなと思います。その前に、この夏秋取りと冬取りの違いを少しお話しさせてください。で、まずおすすめはって言ったら、今言うのはおかしいんですが、冬取りです。冬取りの方がですね、美味しいキャベツが取れます。それに育てるのも楽なんですよね。これから植えるこの夏秋、夏秋取りは、これからね、虫、害虫が増えてきます。で、暑さもめっちゃ暑くなりますよね。だから育てにくいんですよね。なので最初はこの冬取りからやった方がいいんですが、皆さん家庭菜園でこの夏秋取りもチャレンジされる方もいてると思うから、こちらの方をですね、今日やっていきますが、もうすでに過去の動画で紹介していますが、ハッシュ種まきはしています。3月の27日ぐらいだったかな、ハッシュしていて、もうそこそこ大きくなってきています。あとでちょっとね、動画撮りますが、で4月頃、今4月の末から5月に今植えようとしているんですが、3月にハッシュしたら7月から収穫ができます。で、これが今回ね、もう今肥料も撒いて、この後植えるっていう段取りにしていくんですが、今日のところはまだマルチの仕方っていうところで終わると思いますが、ぜひ最後まで見ていってください。では行きます。こちらが基本的に使っている肥料です。他にもね、専門の肥料とかあるんですが、これを基準にして、肥料の設計というんですかね、肥料をやっています。まずこっちから肥料ですね、窒素、リン、カリが 10% ずつ入っている、有機質が入った化学肥料になっております。化学肥料といってもね、油かすとか魚かすとか入っていて、有機分も入っていて、ここに書いてるアミノ酸とか腐食酸とかもあるんで、美味しく野菜が育ちます。で、苦土石灰ですね。苦土石灰、これは粒を使っています。粉タイプの方が安いんですが、巻く時に風がちょっとでもあるとすごい巻きにくいので、少し高いですが粒タイプを使っています。で、こちらがですね、牛糞堆肥ですね。だいたいね、キャベツとかエゴマはね、大規模にやっているんですが、それ以外の野菜はですね、18メーターに区切ってやっています。この堆肥もね、18メーターの一畝に2体ずつ入れるような形になっています。この3つが基本的な元肥ですね。で、その他にもですね、こちら滝種苗のバイオダルマとか、あとアズミ、これどちらもね、腐食酸入っているんですが、この2つも入れることがあります。で、この肥料ですね、もうすでに、
畑の方には巻いていますので、今日はマルチの仕方から話していきたいなと思います。露地野菜のところに来ました。では畝の立て方なんですが、今日はこっちのですね、これ人参が植わってます。この人参の畝、これ平畝っていう平らな畝ですね。この方法でキャベツの畝を作ろうと思います。普通畝はこちらのように高く土を盛ってやるのが通常なんですが、これは水はけを良くしたり根張りを良くしたりするように畝を立てていますが、ここはねそれほど水がたまることもないし、逆にですね水がちょっと少ないので高畝にすると水不足になってしまいます。で平畝にすれば低くやった方が地下水が上に上がってきやすく、水もそんなに上げなくていいので、今回の方法は平畝でいきます。でちなみにこちらじゃがいもですね、霜に当たって遅霜に当たってかなり傷んでたんですが、新芽が出てきて元気になってきています。これもね実はね畝を立てていなかったんですよね。畝を立てていなくてじゃがいもを置いて植えただけなんですが、こんな風に今ちょっと畝っぽくなってるじゃないですか。これは土寄せといって、雑草とかをねこう除草する、時に土をじゃがいもの方に寄せてやると、このように自然と畝になっていくという方法、じゃがいもはこの方法でやっています。ではこの平畝をですねキャベツで作っていきます。ではマルチの方やっていきます。マルチ今回は白黒マルチです。表面が白で裏が黒、黒いのは雑草が生えないようにするためです。で表面が白いのは温度が上がりすぎないようにするためです。で最近ね夏すんごい暑いじゃないですか。なんで今回はちょっと値段高いんですが白黒マルチをします。でマルチをしないとねここ雑草だらけになるんで、後々の手間のことも考えてやっていきます。で幅は95センチです。それはここにね1列でキャベツを植えるのか2列で植えるのかによっても変わってくるんですが、私の場合はこの後ここに防虫ネットを張ります。その時このアーチパイプっていうのをねここに刺して、その上に防虫ネットを張るんですが、その幅に合わせて95センチにしています。はい、畝張りが終わりました。今これねちょっとシワが寄ってるかもしれませんが、これからですね太陽が当たって結構ねこう縮むんで、縮んだらそれなりにピンと張る予定です。でもし張らなかったとしてもね、石とかパイプを上に乗せて飛んでいかないようにしたり、あとマルチ押さえっていうのがあるんで、こう2本足をねこれをプッと殺食っていう方法もあります。でこれ平畝で畝を立てていないんですが、すでにもうこちらの茶色い土のところから比べると5センチから10センチ高くなっています。高くなっているというか、こっちの土のね歩いたところが沈んで5センチから10センチ低くなっているんですが、これからここで作業していくともっと15センチから20センチ低くなるんで、その分畝が20センチの畝ができるっていう感じですね。で先ほども伝えましたが、水が溜まるような場所ではねこれ根腐れしてしまうので、通常の畝もしくはそれ以上高い高畝っていうのをする方がいいです。今日の動画はねここまでなんですが、
次回キャベツの動画ではこれにアーチパイプを張って防虫ネットっていうところと定食もするかな、その動画を上げる予定です。今日の動画が良かったなと思う方はぜひいいねをクリックしていただいて、でまたコメントも残してもらうと嬉しいです。ではまた。